ゴールデンチャリオットは、インドで最初に登場した豪華観光列車のパレスオン、ホイールズに習い、カルナータカ州観光の振興のために、インド鉄道により運行が開始された観光列車、同州の州都であるベンガルールを発着する。ゴールデンチャリオットという名称は、カルナータカ州にある、世界遺産のハンピー遺跡にある、石でできた戦車の中から取っている。現在、ゴールデンチャリオットは、 プライド・オブ・ザ・サウスとスプレンダー・オブ・ザ・サウスという2種類のツアーを提供している。プライド・オブ・ザ・サウスではカルナータカ州の各地にある史跡や国立公園を旅行添乗員付きで回ることができる。スプレンダー・オブ・ザ・サウスではタミル・ナード州とケイララ州の各地にある史跡や国立公園を同じく旅行添乗員付きで回ることができる。11両編成で運行し、 それぞれの車両はかつてカルナータカ州を拠点とした小王国にちなんだ名前が付けられている。一両目からカダンバ、ホイサラ、ラーシュトラクータ、ガンガ、チャールキア、バフマニー、アーディルシャーヒー、サンガマ、サータバーハナ、ヤドクラ、ビジャヤナガルである。レストランはナラとルチの二つあり、バーやテレビビデオ鑑賞設備、本棚、アイルベーダマッサージとスパ、 ジムがある。ザ・ゴールデン・チャリオとト、アズシーン・ニア・アーシケア・ベンガルール・カビニ、カワ、バンディプル国立公園、マイスール・ハーサン・ホーサ・ペーテ・バーダー・ミゴア、ベンガルール・ベンガルール・チェンナイ・マハー・バディプラム、プルチェイ・リティル・チラッパ・リー・タンジャー・ブール、マドライ・ティル・バランタ・プラム・コッチ・ベンガルール。ありがとうございます。